様々な種類の酒ウイスキー、スコットランド発祥の酒。酒はエタノールが含まれた飲料の総称で抑制作用を有するため人間が飲むと命定を起こす。お酒という丁寧な呼び方もよく用いられ、種類アルコール飲料、またソフトドリンクに対してハードドリンクとも呼ばれることがある。西洋ではワインに相当する言葉が総称として用いられることがある。酒は 人類史において最古から存在する高精神薬役の一つである。しかし、名帝は往々にして、混乱をやむ秩序をもたらし、社会から忌避される。百役の長とはいえど、よろずの病は、酒よりこそおこれなどと言われ、古来より、酒は社会にとって、良価値的存在だった。酒の歴史は古く、有史以前から作られていたと見られている。製造方法、原料、 味わいなどは非常に多種多様であり、分類方法も同様である。原料は多くの場合、ブドウやリンゴなどの果実、大麦や米などの穀物、芋などの根菜のいずれかが使われる。効用としては、ストレスの解消、コミュニケーションの円滑化、疲労回復が挙げられる。そして脳を萎縮させ、時に違法薬物を上回ると言われる最も有害な薬物であり、 世界で毎年250万人の死亡につながり、死因の4%を占める。作用量と致命的な量が近く急性アルコール中毒になりやすい薬物であり、アルコール乱用や禁断症状が致命的な新鮮専門となり得るアルコール依存症となることもあり、アルコール飲料は EAR ク発ガ性でグループ1にも分類される。アメリカでは、 飲酒による死因の14%が運転事故、8%が多殺、7%が自殺、5.6%が転落死を占める。またその効用も副作用も個人差が大きいことで知られる。このように及ぼす影響が大きいため、2010年に世界保健機関のアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略が採択されており、また、 政府の税収確保のため、酒の製造及び流通は多くの国において法律により規制されている。宗教ごとに酒の扱いは異なっており、儀式に用いられたり、神への捧げ物であったり、また身を清め神との一体感を高めるための飲み物とされている。宗教によっては飲酒を禁じているものもある。酒の歴史は非常に古く、有史以前から作られた。 最古の酒とされている蜂蜜酒は農耕が始まる以前から存在し、およそ1万4000年前にカルードが熊などに荒らされて破損した蜂の巣に溜まっている雨水を飲んだことが始まりとされている。南米、アジアアフリカのごく一部で現在も行われている各種穀物を口に入れ込み砕いた後、瓶や亀に吐き出し集め発酵を待つという原始的な酒造法が 低アルコールながら、有史以前に広まっており、古代日本でも巫女がその役を務め、カモスの語源となっているという説がある。2004年12月、中国で、紀元前7000年頃の過去遺跡から出土した陶器片を分析したところ、米、果実、蜂蜜などで作った醸造酒の成分が検出されたという報告があった。今のところこれが考古学的には、最古の酒である。 古代オリエント世界では、紀元前5400年頃のイラン北部、ザグロス山脈のハッチフィルズテペ遺跡から出土した壺の中にワインの残滓が確認された。また、紀元前3000年代には、シュメールの年度版にビールのことが記録されている。シュメールの後を継いだバビロニアで最古の成分法であるハンムラビ法典の中に、ビール売りに関する規定が記されている。 エジプトでは、紀元前2700年頃までにはワインが飲まれていた。ツタンカーメン王の副葬品の壺からはワインが検出されている。またビールも広く飲まれていた。ピラミッド工事の労働者にはビールが支給されていた。オリエント世界では、ブドウの育つ場所が限られるので、ワインは高級な飲み物であり、ビールはより庶民的な飲み物だった。中国において、イン。 州の頃、酒は国家の重要ごとである祝祭において重要な意味を持っていた。非常に手の込んだ器である院イ制度器のうち多くのものは手記である。論語には狂人で酒を飲むなどの記述があり、紀元前5世紀頃には一般的な飲み物になっていた。ノアの泥水ギリシアローマはブドウの産地ということもあり、ワインが多く生産された。それらは、 アンフォーラと呼ばれる壺に入れられて、地中海世界で広く交易されていた。酒の神ディオーニューソスが信仰され、主神を称える祭りが行われた。酒を上流する技術は、3世紀頃のアレクサンドリアの錬金術師たちには、すでに知られていたと推測される。ローマ帝国は、イギリスをはじめヨーロッパの各地を支配下に収め、その過程でワイン生産の技術を伝えた。 フランスのボルドーやブルゴーニュでは、その頃からワインの製造が始まっている。なおイギリスは、気候の低温化により、ブドウが栽培できなくなり、ワイン生産は廃れた。10世紀以前には蒸留酒が発明されていた。それは、錬金術師が偶然に作り出したものだと言われる。ラテン語で蒸留酒は悪浴びてと呼ばれた。 それが変化してフランス語で、オードビー、ゲール語でウシクベーハーになり、今日の様々な蒸留酒の区分ができた。1171年、ヘンリー2世紀の軍隊がアイルランドに侵攻した。その時の記録によると、住民は、アスキボーという蒸留酒を飲んでいたという。これが、ウイスキーの語源となる。沖縄では、若い女性が口の中で噛み砕いた好みを唾液と共に吐き出し、 それを発酵させた口み酒なるものを中国の施設へ供したという記録がある。カベルネソービニオン糖分、もしくは糖分に添加されうる澱粉分があるものは酒の原料になりうる。脂肪やタンパク質が多いものは原料に向かない。酒は大きく分けて醸造酒、蒸留酒、混成酒に分かれる。醸造酒は単発酵酒と副発酵酒に分けられ、副発酵酒は 単鉱副発酵種と平行副発酵種に分けられる。上流種のうち、損熟成を行わないものを、ホワイトスピリッツ、何年かの損熟成で着色したものを、ブラウンスピリッツとする分類法がある。ただし、テキーラ、ラム、アクアビットなどでは、ホワイトスピリッツとブラウンスピリッツの両方の製品があり、分類としては、本質的なものではない。 なお、すべての酒が蒸気いずれかに含まれるわけではない。例えばアイスボックビールは、醸造後にアルコール分を高める手順があるため醸造酒とは、言い難いが、その手順が蒸留ではないため蒸留酒でもない。また、凍結濃縮を他の種類に適用する研究も行われている。原料によって、酒の種類がある程度決まる。しかし、ジンウォッカ、焼酎、ビールマッコリなどには、 穀物やイモなど異なった原料のものがあり、必ずしも原料によって、酒の種類が決まるわけではない。また、原産地によって名称が制限される場合がある。例えばテキーラは、産地が限定されていて、他の地域で作ったものは、テキーラと呼ぶことができずメスカルと呼ばれる。果実原料のモノ穀物原料の,のコン根菜類、副産物原料のものその他、アルコール飲料は、 多くの国で課税対象であり、また年齢によって引用が制限されることも多いため、法律によって酒の定義や区分を明確に定めている。日本ではアルコール度数1度以上が種類と定義され20歳未満の引用は禁じられているが、これらの指値は当然国、地域によって異なる。また、フランスの奥ーのように文化財としての酒を保護するための法律もある。 日本でのアルコール度数は、含まれるアルコールの容量パーセントで、度と表す。正確には、温度摂取15度の時、その中に含まれるエチルアルコールの容量を、パーセントで表した値。販売されている酒の多くは、3度から50度前後の範囲であるが、中には90度を超す商品もある。日本の酒税法では、1度未満の飲料は酒に含まれない。 そのため一般的な甘酒はソフトドリンクに分類される。なお、日本酒には日本酒度という尺度があるが、これは日本酒の比重に基づくものでアルコール度数と液ス分に依存する。英語圏では度数のほかアルコールプルーフも使われる。US プルーフは度数の2倍、UK プルーフは度数の約1.75倍である。英語圏で ディグリーアといえば、プルーフのことなので、注意が必要である。酒に含まれるアルコール分は、ほとんどの場合、酵母による糖のアルコール発酵によって作られる。果実から作られる酒は、果実中に含まれる糖分から直接、アルコール発酵が起こる。しかし、麦、米、芋などの穀物類から作る酒の場合、原材料の中の炭水化物は、澱粉の形で存在しているため、 先に、これを糖に分解する。糖化のためには、アミラーゼ糖の酵素が必要である。酵素の供給源として、西洋では主に麦芽が、東洋では主に麹が使われる。個人差はあるものの、少量の飲酒に限れば、胃液の分泌が盛んになり、消化を助け、食欲が増進する。ほろ酔い程度の飲酒により、行動欲求を抑圧している、精神的な緊張を緩和し、 気分がリラックスし、ストレスの解消につながる。適量のアルコールが体内に入ると、思考や知覚、運動、記憶などといった機能を司っている、大脳皮質の抑制が解放される作用がある。抑制が取れることにより緊張がほぐれ、コミュニケーションがより陽気で快活になり、会話が活発になる。少量の飲酒は血管を拡張させて、血液の流れを良くして、 血行を改善する。その結果、体を温め、疲労回復の効果が上がる。また、利尿作用もあるので、体内に溜まった疲労のもとになる老廃物の排出を促進する。アルコールに関しては健康への悪影響が懸念される。中、ワインなどに含まれるポリフェノールについても注目されている。ポリフェノールは、動脈硬化や脳梗塞を防ぐ、抗酸化作用。 ホルモン促進作用などがあり、特にウィスキーのソンポリフェノールは従来のポリフェノールの約7倍の抗酸化力を持ち、細胞内ソルビトールの蓄積を抑制するため、糖尿病なども抑制する効果を持つ。その他にウィスキーにはメラニンの生成を抑制するチロシナーゼが含まれているため、美白効果をもたらす可能性も期待されている。2000年に開始された日本の 健康日本21のまとめでは、日本人では全くアルコールを飲まないより、1日の、純アルコール摂取量が男性で10から19グラム、女性9グラムまでの場合に、最も死亡率が低くなるとされている。これを超える場合、死亡率が高まるとしている。しかし、別の研究では少量でも健康へ悪影響があるとしている。特に酒と共に食べる料理を魚という。 ソーセージとビールやキャビアとウォッカなど料理と定番の組み合わせがある。フランス料理とワインや日本料理と日本酒のように食事の際にも飲まれる。また食前酒や食後酒などもある。特に酒のための食事を宴会と呼ぶ。料理に風味付けや肉や魚などの臭み消し等の用途で、みりん、日本酒、ワイン、ブランデー、ウィスキーなどが使用され、煮切りや フランベなどの調理法がある。その他、パンの原材料としてや、漬物、まんじゅうやカステラなどの和菓子、チョコレートやケーキなどの洋菓子にも使われる。なら漬けやブランデーケーキ、中のシロップにワインやブランデーが使われている、チョコレートなどには、風味のためアルコール分が残してある。デビッド・ナットラ薬物に関する独立科学評議会による2010年に、 ランセットに掲載された薬物の相対的な有害性に関する論文は、社会的な有害性も評価し暴力や事故を引き起こす、傾向の強いアルコールを最も有害とした。摂取した酒に含まれるアルコールは、主に胃と小腸粘膜で吸収される。吸収されたアルコールは、迅速に酸化され、アセトアルデヒドとなる。酒に含まれるエチルアルコールは抗生神性物質であり、 人間の不安感、抑うつ感を抑える効果がある。しかし、一度に大量のアルコールを摂取すると代謝が間に合わず、血中アルコール濃度が上昇を始める。血中のアルコールは、中枢神経系を麻痺させ、明定や急性アルコール中毒を引き起こす、嘔吐することもある。アルコールの作用が強くなると、一時的に記憶がなくなる、こともある。 このような作用を持つ薬物としては睡眠薬と同じであり、共にギャバ受容体に作用するため、アルコールと睡眠薬の併用では、呼吸を抑制して死亡するリスクは高まる。判断力を低下させる。アメリカでは、アルコールによる死因の14%を運転事故8、8%を他殺、7%を自殺 5. 6、5.6%を転落死で占め、 暴力や事故に起因する死亡につながる。アルコールは毎年250万人の死亡につながっており、世界市ー員の4%を占める。ロシアでは男性の37%が55歳以前に死亡しており、主な原因は強いアルコール飲料、特にオッカが原因と考えられる。イギリスではこのような早期死亡の比率は7%である。 2012年の研究は44件の研究から男性5杯以上、女性4杯以上の過剰な飲酒が1月に一度でもあるとこれまで言われていた少量の飲酒での健康効果を損なうとした。しかしハーバード大学医学大学院によると適度なアルコール摂取は健康な高密度リポタンパク質コレステロールのレベルを上昇させる。アルコールはまた インスリンに対する細胞の抵抗性を低下させ、血糖値をより効果的に低下させることができる。従来、1日にビール1缶程度の飲酒であれば、死亡率が低下するとされてきたが、禁酒の理由には、死亡率に影響するような病気になっているということがあるため、2016年には、疾患の有無を区別し87件の研究から解析したところ、 そうした飲酒と飲酒しない人の間には、総死亡率には違いがなかった。月に一度の大量飲酒によってリスクが上回る。また2016年の別の研究は195、過国の592研究のデータを分析し、飲酒しないことが最も健康を保つとした。アルコール依存症とは長期にわたり多量の飲酒したことから、 アルコールに対し精神的依存や身体依存をきたす精神疾患である。アルコールを繰り返し摂取し、アルコールに対する依存を形成し、精神的に身体的に俗的に障害されている状態を言う。長期間多量に飲酒を続ければ、誰でもアルコール依存症になる可能性があり、風の策定した国際疾病分類第10版には、精神及び行動の障害の項に。 分類されており、個人の性格や意師の問題ではなく、精神障害と考えられている。アルコール依存症の症状には、精神依存と身体依存とがある。精神依存としては、飲酒への強烈な欲求を持つようになり、飲酒のコントロールが効かず接種ができない状態となる。また精神的身体的問題が悪化しているにも、かかわらず、断酒できない、などが挙げられる。 身体依存としては、アルコールが体から切れてくることで、指の震えが起きたり、発汗症状などの禁断症状が現れたり、以前と比べて酔うために必要な治療が増大する、などが挙げられる。アルコール依存症になると、他の娯楽や生活をおざなりに、飲酒をすることをすべてに優先的な行動となってしまう傾向にある。飲用量が多い場合、急な飲酒は、 新鮮専門を起こして致命的となりうる。アルコール飲料は e a ー,ーク発癌性で発癌性があるというグループ1に分類される。風では飲酒は高校癌、陰ん癌、咽頭が癌、食道癌、肝癌、大腸癌と女性の乳癌の原因となるとして注意喚起を行っている。飲酒は喫煙と同じく深刻な健康被害をもたらすため、 多くの人々に問題を知らせ、極めて有害であるアルコールの真実を効果的に伝える必要があるとし、呼びかけを行っている。アルコールそのものには発がん性があり、飲酒が少量でも顔が赤くなるようなアルドニの働きが弱い体質の人では、アルコール代謝産物のアセトアルデヒドが食道がんの原因となり、がんリスクを増大させると結論付けられている。 アルドにの働きが弱い人は、日本人の約40%に見られ、アセトアルデヒドの分解が遅く飲酒で顔面がひどく赤くなったり、二日酔いを起こしやすい体質を作るなどの症状をもたらす。アセトアルデヒドやアルコールには発がん性があり、高校、咽頭、食道の発がんリスクが特に高くなる。高校癌、咽頭癌、食道が癌は数と2、 複数発生する傾向があり、アルドにの働きが弱い人に多発がんが多く見られる。少量の飲酒で顔が赤くなる体質の人の中で、飲酒を始めて2年以内にあった人では、約9割の確率で、アルドにの働きが弱いタイプと判定される。また逆に、アルドにの活性が高い人は、大量のアルコールを摂取できる反面、同時に肝臓では、 アルコールの分解とともに中性脂肪の合成が進むことで結果、肝臓は脂肪まみれになり、いわゆる脂肪管リスクが増大することになる。2005年の厚生労働省多目的広報と研究では、男性に発生したがん全体の約13%が週 300g 以上の飲酒による原因と概算されている。高校、咽頭と食道癌では、 禁酒によりリスクの低くなることが報告されており、禁煙と禁酒の両者に取り組めば、さらにリスクは低下すると報告されている。大腸癌は飲酒で約1.4倍程度のリスク増となり、日本人では欧米人よりも同じ飲酒量でも大腸癌のリスク増加は若干多い傾向にある。大腸癌は頻度が多いので飲酒量を減らすことによる予防効果は、 大きいと考えられている。アルコールは少量であっても脳を萎縮させる効果があるとする研究結果が報告されている。研究によれば以下の順で脳がより萎縮するとされている。大量の飲酒を継続的に行っている人少量の飲酒を継続的に行っている人過去に飲酒していたが、現在は飲酒を止めている人飲酒をしない人、適量と呼ばれている。 少量の飲酒であっても脳の萎縮が起こり過去の飲酒の影響も残り続けるため脳の萎縮という観点から見ればアルコールに適量は存在しないと言える。なお、日本において未成年者の飲酒は法律により禁止されているがアルコールを摂取する方法として飲酒の形態をとっていない場合であっても摂取したアルコール量に応じた化学反応が 脳内物質に発生することで脳に対して相応の影響が生じる。ただし、アルコール分を飛ばした後の極微量の残存アルコールが摂取されることなどについては一般に許容されるものと考えられている。ただし、アルコールを含まない代替物質を使用するなどで同様の効果を得るといった選択はある。慢性的に大量の飲酒を続けることは65歳未満で、 発症する早期発症型の認知症をはじめとする様々な類型の認知症の主要な危険因子になりうるとする研究結果が出ている。フランスにおいて早期発症型認知症の患者5万7000人以上の症例を調査した結果、半分を優に超える患者がアルコールに関する診断がなされていることが判明した。また、過去5年間に認知症と診断された。 フランスの成人100万人以上の医療記録を精査し、アルコールとの関連が統計学的に明白であることも示されている。このように、アルコールには脂肪を含めた有害な影響が高く、その悪影響を低減させたアルコシンスが開発されている。2017年にイギリスのデビッドナットがアルカレラを設立し、100の特許とともに商品化に向けて動いており、 二日酔いがなく、健康への害や暴力を低減させ、電子タバコのように害を低減させるという変化を社会にもたらしたいと考えている。通院日本の種類には、目の不自由な人の誤飲防止のため展示でお酒記されているものがある。精神、心理状態を変化させることなどもあって、飲酒は様々な社会、文化と関わってきた。家庭における飲酒が日常化し、 晩酌飲酒することする習慣や酒を提供する飲食店であるバー、パブ、居酒屋、スナックのような飲食店も存在している。日本では行事などで半ば強制的に飲酒させる慣習が2000年代初頭頃まで見られたが2010年代以降は急性アルコール中毒や飲酒運転による死亡事故報道の増加やアルコール代謝酵素の欠落症の存在や アルコールハラスメントによる諸問題が広く知られるようになったことで、主席でのノンアルコールやソフトドリンクも認められるようになりつつある。アルコールは攻撃的な感情が起こることを促す。児童や高齢者への虐待、家庭内暴力、駅や街中での暴力、障害、犯罪など飲酒に関連した暴力は様々な場面で起こっており、社会的に重大な問題の一つとなっている。 飲酒に関連した暴力を防止するためには、その原因となっている飲酒を減らすことが大切とされる。飲酒により、暴力が増加する背景には、飲酒、酩定により攻撃性が増すなどのアルコールによる直接的な影響と、習慣的な飲酒によるアルコール乱用やアルコール依存症などの疾病から来る間接的な影響とがある。また、飲酒に関連した暴力には、 様々な種類があり、暴言や身体的暴力のみならず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力などが報告されている。鉄道会社団体のまとめでは、駅や列車内で暴力行為をした乗客の約6割は飲酒をしていた。また、水格を下ろした駅員が突然傘で殴られたり、乗客同士の喧嘩の仲裁に入った。 駅員3人が逆上されて怪我を負うなど、駅員への暴行も多数報告されている。よって、地域警察官へ暴力を振るうなどして、公務執行妨害容疑で逮捕されるなど、警察官へ暴力を振るうケースも珍しくない。日本においては、飲酒による暴言、暴力やセクシャルハラスメントなどに及ぶといった迷惑行為である。この問題は、公共の場、職場や、 家庭内など2000年代の日本での調査によると被害を受けた成人は推定約3000万人である。飲酒量が増すにつれて自殺のリスクが直線的に高い結果が示された。多変量解析の結果、多量飲酒者の自殺リスクは非現在飲酒者と比べ3.3倍高くなり、さらに1日1号未満の少量飲酒者においても、 自殺リスクが1.7倍と高いリスクが示された。飲酒したまま屋外などで寝込んでしまい、そのまま停滞温床により投資することがある。特に寒波が厳しい時期には、ホームレスなどの屋外生活者が寒さを紛らわせるために飲酒し、そのまま投資するケースもある。飲酒運転による死亡事故は平成14年施行の改正道路交通法により、 罰則等が強化されたことで減少してきた。そして、平成18年以降の取り締まりの強化及び、飲酒運転根絶に対する社会的機運の高まり、さらには飲酒運転の厳罰化等により大きく減少し、10年前の約3分の1となっている。飲酒運転事故は、平成20年の6219件が、平成30年には3355件に、 減少している。飲酒と貧困には世界の貧困問題と不可分である。世界的に学歴が低く低所得、失業中などの人において飲酒率が高いことが多数の統計的研究によって裏付けられている。複数の研究では貧しい国の中には家計の約18%が飲酒に出費されていることもあると指摘されている。そのため、 少ない所得から食費、健康管理費、教育費などがさらに削られ、栄養不良、医療費増大、早死に識字率低下をもたらし、社会階層の固定化に影響している。イギリス政府は飲酒への財政負担の軽減のために規制強化に乗り出した。飲酒が原因となる犯罪、暴力事件や医療費が大きな財政負担となっており、 日本円にして年間1兆2000億から1兆9000億円が飲酒に関わる財政負担となっていると推計されている。また、成人の100万人以上がアルコール依存症だとされ、NHS への負担は年間27億ポンドにも達している。イギリスではアルコール飲料が安価であることが過剰飲酒の引き金になっているとして厳しく非難されている。 10年間で約10万人が飲酒が直接の原因となる疾病による死亡者数となっている。またこの類型には飲酒運転やがんなどアルコールが間接的な原因と考えられるものは除かれている。2010年10月から身分証明書の確認の義務化なども実施される。その他、パブなどでの飲酒促進サービスとなる10ポンドのみ、放題サービスや女性無料の非サービスのほか。 早飲み競争ゲームなどの禁止が実施される。韓国政府は飲酒による社会経済的な損失の費用が年間20兆ウォンを超えるという韓国内政府統計を示した。これをきっかけにテレビコマーシャルなどを用いた接種キャンペーンが行われた。医療費の支出や早期死亡、生産性の減少など社会経済的に損失を与えた費用が二十兆百九十億。 音に及ぶなど飲酒の弊害が深刻な水準にあると明らかにした。その根拠として、1864歳のアルコール使用障害人口が全人口の6.8%に及ぶという2001年保健福祉部精神、疾患実態疫学調査の結果を挙げた。人沈み大学の金光沖教授チームの調査の結果、 過度な飲酒による疾患で死亡した人は2001年に2万2000人だった。また、2001年の殺人、暴力、強盗、強姦などの凶悪犯罪や、交通事故の加害者など、現行犯の43.5%が犯行時に飲酒状態であったことが分かった。日本では政府による大規模統計は示されていないが、韓国人では1人当たり年間71.1リットル、 日本人は一人当たり年間83.5リットルの飲酒量から同様の問題が懸念されている。以下は JMS 古法と研究による。日本人男性では年齢が高いほど飲酒未経験者、禁酒者の割合が高く、若年層では飲酒量が多い傾向が見られた。結婚している人よりしていない人、及び身体活動度が高い人より低い人で、 飲酒未経験者、禁酒者、多量飲酒者が多かった。日本人女性では、高齢層より若年層、教育年数の短い人より長い人、身体活動度の高い人より低い人で飲酒者の割合が高いという結果となった。その他、非飲酒者の収縮期血圧、拡張期血圧、総コレステロール、LDLC は飲酒者よりも高い結果が見られた。 若者の飲酒は中高年と比較し、急性アルコール中毒やアルコール依存症等のリスクが高くなり、事件、事故の関連性が高いという特徴がある。その対策としては、飲酒禁止年齢を用いた対策が効果的と言われている。アルコールは60種以上の疾患と関連があると言われ、その中で、急性アルコール中毒とアルコール依存症は、 若者の飲酒と関連も深いとも言われている。その他、脳の萎縮や第二次成長の遅れ等、多くの領域でアルコールによる若者の健康への悪影響が懸念されている。大学コンパなどにおいて未成年飲酒が暗黙の了解となっている場面も少なくないのが実態である。未成年飲酒の撲滅に盲目的に取り組むことはあまり有効ではなく、 むしろ現状を認めた上で、アルコールのモラルに関する教育、情報発信をした方が大学生や専門学校生の飲酒事故抑止には有効という意見も見られる。794年頃には日本初の飲酒禁止令が出された。このことからすでに社会問題化していたことがわかる。酒には古来より公場良族を守るため、あるいは租税を硬化するために、 アルコールに対して様々な法律が制定されてきた。そして2010年の第63回世界保健機関の総会ではアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略が採択された。飲酒が全面的に禁止されることは少ないが厳格なイスラム国家では禁酒が徹底されている。日本でも江戸時代に徳川綱吉が大酒禁止令を出し、 過剰な飲酒、他人への飲酒の強養を今しめ、酒屋への規制を試みている。またアメリカ合衆国には、飲料用アルコールの製造、販売、輸送を禁止するアメリカ合衆国憲法の改正が行われていた時期があり、現在でも一部の軍では、種類の販売が禁じられている。日曜日に、種類の販売を制限している、自治体も多い。また、インディアン居留地では、 アルコール依存症を防止するため、禁止を実施しているところがある。また欧米では、屋外や公園など、公共の場所での飲酒を禁止しているところが多く、日本の花見のような光景は見られないことが多い。ほとんどの国家では、年少者の飲酒、または酒の購入を禁じている。酒購入の際に、身分証明書が必要な場合がある。法律で飲酒が認められる年齢を、 最低飲酒年齢、購入が認められる年齢を最低購入年齢という。世界的には16歳から18歳を最低飲酒年齢、または最低購入年齢とする国家が多い。種類別に年齢を定めている国家もある。すべての国家で飲酒運転を禁じている。飲酒運転とみなされる血中アルコール濃度は国によって違い。 加減は0.0%から0.08%の範囲である。多くの国家では種類の生産や販売について免許が必要である。専売性を指きそれらを国営企業や公営企業が独占している国家もある。アルコールそのものは可燃性液体であるため、航空保安上、度数の高い種類の持ち込みが規制される。以下は日本においての規制内容である。 また、度数が70%超のアルコール飲料は、宅配便での配送は不可である。酒の扱いは宗教ごとに異なっている。酒を神聖な場面で扱い、特別視する宗教、宗派がある一方で、飲酒が人や社会に悪影響を及ぼすとし、酒を敬遠する宗教、宗派もある。酒のもたらす、精神変容は、宗教体験や呪術と結びつけられ、 非日常の宗教儀式用に摂取されるものとされていたと考えられる。今日でも様々な文化の様々な伝統宗教や祭祀習慣において種類は欠かせないものとなっている。飲酒にまつわる儀礼にはそうした宗教、祭祀慣習との関わりが深い。今日においても種類の儀礼性、宗教性は濃密に残っており、おとそのように特定の祝い事と結びついた酒がある。 様々なウィスキー赤ワインビール日本酒。ありがとうございます。